代表者7名は前に出てください。はじめに公益財団法人茨城県サッカー協会会長大和田健より賞状並びに優勝旗が授与されます。賞状第103回全国高校選手権大会茨城県大会優勝練習学園続きまして、茨城県高等学校体育連盟サッカー専門部部長、南雲康氏より賞状が授与されます。賞状、主目サッカー第1位、明秀学園社畜高等学校、右は令和6年度第103回全国高校サッカー選手権大会、茨城県大会において、当初の成績を収めたので、ここにこれを賞する。令和6年11月10日、茨城県高等学校体育連盟会長、山田。